ャストインタビュー、久世哲平役をやらせていただいてます内野健太です。どうもよろしくお願いします。それでは最初に哲平役を演じる感想から聞かせてください。そうですね、楽しいですね。率直な感想は、まあしんどいところだと思いますけど、暑かったりとかこれがすっごい暑かったり、でも冬は寒かったりとか、そういうところもありますけど、全然普段できないようなこともできるし、ウルトラマンと一緒に怪獣と戦えると思ってなかったし、そういう本当になんかやってていろんなことが新鮮だし、でお芝居も普通のお芝居とちょっと違うこととかをいっぱいするっていうのがやっぱり楽しくて、とても楽しい現場です。演じていて難しかったことはありますか？ありません。なんでかって言ったら、ほとんど素の部分も結構あるんです。やっぱり怪獣見たら楽しいじゃないですか。本当は内野健太自身はもともとすごいウルトラマン詳しいとかは全然なくて、全然分かんなかったんですけど、やっぱりこのお仕事するって言っていろんな本とか読んだり見たりしてるうちに楽しいなと思って、自然とで台本に出てくる怪獣を覚えてどんなんだろうって見てみて調べたりとかしてくるうちに分かるようになって、あれ素で鉄平に近づいてんじゃねって思うようになったりして、性格の部分とかふざけたりしてる部分とか、あと何ですか、虚弱な部分とかもそのまんまなんで本当に全然困ることはないです。スタッフとのコミュニケーションについて聞かせてください。なんかスタッフの皆さん、なんか正直な話、すごい皆さんずっと同じでやってる長い方が多い現場で入ってみたら、でわーってみんななんかすごい仲良くて、スタッフさんがすげえなって思って、それに僕らもすんなり入れてくれるというか、でみんなで仲良くしてくれて、だから例えば監督さんでも思ったり分かんないことがあったりとかしたら言えるし聞けるし、こう声の大きさがどうとかっていうこととかもみんなでこうすごい言い合って、何も怖いこともないし、すごい分かりやすくみんなで話をしてるんですが仲良しのガイズのクルーはどなたでしょう？最近はジョージかな。ジョージのよく、ものすごいジョージはたくましいんですよ。もうすごい筋肉あって、でっかいじゃないですか。僕背小さいんですよ。小さい。だからよくジョージの背中に乗っておんぶしてもらってよく遊んでます。でもジョージは本当は僕と正反対で、僕は精神的に思いっきり文化系なんですね本当は。でもジョージは思いっきり体育会系なんで全然違うんですよ。なんだけどその違うからこそ一緒にいて、あーなんかそうなんだ、君はそうなんだ、僕はこうで、全然違って逆に面白いなみたいなことがあって、それがすごいいい感じになってるから楽しいですね。ところでお気に入りの怪獣といえば、可愛い怪獣がやっぱ好きですね。最初の頃で言うと、こうウルトラマンにメビウスに倒される寸前のこういうポーズを取ってるグドンも可愛らしいと思いますし、こいつがね、非常にこいつがすごい可愛かったんですよね。最初こういう映像とか見てると怖いなって見て、あと図鑑とかで見ても怖いなってイメージがあったんですけど、可愛らしいと思って、楽しんでいました。バードン毒袋、まあでも僕が初めて3話でものすごいいっぱい解説して、あ俺こういうセリフばっかになるんだと思って、大変だと思ってその通りになってるんですけどそのきっかけの怪獣で離れるんだって思いましたセパレートになるんだって思いました。しかもムカデよりか、どっちかといったらね、竜とかそっちじゃないですか、どう見てもムカデじゃねえだろうって思った部分が実はあって、すいません余計なこと言いました。それではファンの方々にメッセージをお願いします。宇宙語で、キング
せんできません。あれ宇宙語ね、全部カタカナの羅列がちゃんと実は台本に書いてあったんですよ。でも普通の日本語と違うから、まあその単語単語で覚えるのが必死で、で覚えたら今度ワンシーンに3つくらいあったんですけど、どこでどれを言うかが全くもう脈絡がないから毎回違うこと言って、もうすごい皆さんを困らせて、ね、みんなしょうがないよって言ってくれるんだけど、言えないのすごい悔しくて、もう言うことはないだろうなと思ってるの。こんなところで言えって言われると思わないから、何本当にもでで失礼しました。それでは改めてファンの方々にメッセージをお願いします。これからもてっぺーてっぺーと言ってますが、てっぺーだけじゃなくてみんなが これからどんどん話が進むにつれて、みんながみんなを分かり合って、お互いにいろんな事件を乗り越えてどんどん強くなって、どんどんみんな成長していくんで、その成長を楽しんで見守っていただけたらなと思います。これからも応援してください。ありがとうございました。体に気をつけて。待って、いつも携帯してるんです。大学で一生懸命勉強して立派なお医者様になってくださいよ、てっぺいさん。じゃあ、もっとも外図のライセンスを持ってると受験や就職に有利ですからね。それに僕の将来って医者になる以外の選択肢はないんです。どういうことなんですか？父の病院を継ぐことが両親の願いですから。早く食堂行かねえと A ランチなくなんぞ。お願いです。クゼテッペイなんて人はここにはいないって言ってください。一体どうしたんですか？実は母が来てて。へえ。実は僕ガイズにいること母に内緒にしてるんです。へえ。お前は二度と木から飛び降りないって決めたんだろ。だったらどうしてガイズにいるんだ？ガイズの仕事はいつも危険と隣り合わせだぜ。医者もガイズもどちらも同じ人の命を守る仕事なんだ。てっぺい行くぞ。てっぺいさん、お待たせしました。ウルトラマンレオだ。レオキックだ。これはどうですか？古代怪獣ツインテール、宇宙大怪獣ベムスターです。ミサさん、怖がらなくていい。僕が君を守ってみせる。未来君はあの時光線を打つつもりだったの。その結果によってミサさんが死ぬかもしれなかったのに。謝ることなんかないよ。未来君は正義を守るウルトラマンだからね。でも僕は彼女を守る、そう約束したから。それは僕だって。僕は人間として彼女を見捨てることはできない。さっきはごめん、ひどいことを言ってしまったね。諦めたくないんだ、最後の最後まで。てっぺいさん、僕も手伝わせてください。一緒にミサさんを助けたいんです。ありがとう。たとえどんな結果が待っていようと、最後の最後まで僕も諦めない。
ミサさん、必ず君を救ってやる。GIG GIG、 すいません、すいません。大島彗星は粉々になって、すいません、もう一回お願いします。でも4カプセルもあるならの人、すいません、すいません。シーボーズだ、ドキュメント3SP に記録のある亡霊怪獣。ごめんなさい。焦るなジョージ、今状況を分析中だ。テップ、わかりません。メテオルダンも奴の体を通り抜けて街に落ちたら被害が出るし、とにかくすいません、もう一回お願いします。落ち着け。すいません。この人が異次元物理学の権威、飛び級飛び級で二十歳前に異次元物理学の博士号を得たという。すいません、すいません。メビウス、光、欠けた右足をね攻撃して、はい、あーすいません、はいはい、よし、言葉を交わし肩を寄せて、優しさ分け合っても、君が探してるのは僕じゃないことも知ってたよ。温かい嘘より真実は残酷で、この作品に携わる自分はとても幸せだなと思っているのですが、自分が思ってるだけじゃなくて、俺を見て皆さん楽しんでくれたら本当に幸せだと思います。もうどうなんですかね、また僕とかみんながテペアガイズになる機会があるかどうかも分かりませんが、忘れずにこれからもよろしくお願いします。以上です。テペです、終わりました。まだでも実感しないんですけど、後で悲しくなりそうで怖いです。瞬間ありがとうございました。これからも頑張ります。またどっかでお会いしましょう。